こんにちは、ぴょんです。2021年6月にできたばかりのマザー牧場のグランピングに行ってきました。マザー牧場は房総半島の山々や東京湾、富士山などの雄大な景色が見渡せる千葉県富津市の加納山にあります。一番高いところが標高300メートルくらいです。敷地は250ヘクタールと広大で、東京ドーム53個分、東京ディズニーランドの5倍もの広さがあります。産経新聞や東京タワーなどを創業した前田久吉氏により1962年に作られました。牧場が好きなこととグランピングの評判がとってもいいので、以前から気になっていたのです。後ほど詳しくご説明いたしますが、チェックインの時刻は14時から15時の間で、お部屋のランクにより分かれています。今回訪れた6月下旬の平日は、牧場の営業時間が9時30分からでしたので、早めに到着して牧場を楽しもうと考えました。グランピングの宿泊者は1500円の入園料が、チェックイン日、チェックアウト日の2日間無料になります。牧場の営業時間は曜日や月によって異なりますので、行かれる際には公式ホームページで確認してくださいね。今回私は11時に到着しました。チェックイン日からチェックアウト日まで1日1000円の駐車料金は無料です。クラブハウスと呼ばれる建物で受付をします。施設が新しく、また掃除も行き届いていて綺麗です。ウェルカムドリンクにノンアルコールのサングリアをいただきました。クラブハウス内では朝7時から夜21時まで宿泊者に無料でジュースやコーヒーが用意されています。こちらでカプチーノをいただいたのですが、これがびっくりするほど美味しかったです。偶然牛乳を詰め替える瞬間を目撃し、マザー牧場の牛乳が使われていることが分かりました。とても美味しかったので、牛乳はお土産に買って帰ったほどです。受付時に施設のご説明やアクティビティなどのご紹介を受けます。施設はとても広いですが、宿泊者は無料で場内の送迎をしていただけました。スマホでフロントにお電話をかけて、牧場の中の今いる場所を伝えるとお迎えに来てくださるそうです。ちなみに牧場内は有料のバスが走っていて、日帰りで牧場のみの利用の方はこちらのバスで移動されている方もいらっしゃいました。お子様連れやご年配の方も安心ですね。クラブハウスには傘もありますので、雨が降っても大丈夫です。汚れたり虫に刺されたりしないために長靴で行ったのは大正解でした。グランピングのお部屋の数は全部で24棟。皆様はどのお部屋に泊まってみたいですか？一つ一つのお部屋を一緒に外から見学しに行ってみましょう。各お部屋の料金は動画の一番最後に発表いたしますね。まずクラブハウスからニュージーランドコテージとファミリースイートテラスへ。ニュージーランドコテージの特徴は、11種類の中で唯一お部屋の中にお風呂とトイレがあり、さらにはテントサウナまでついています。価
格が一番高いお部屋が同価格で3種類あるのですが、ニュージーランドコテージはその最上級3つのうちの1つです。お部屋は定員5名、チェックインが14時となっています。ファミリースイートテラスは定員5名、中価格帯のお部屋で、チェックインは14時30分。木々に囲まれた森側に位置しています。お次はパノラマテラスとアスレチックテラスを見てみましょう。パノラマテラスは低価格帯で定員4名、チェックイン15時。グランピングエリアは丘になっていて、パノラマテラスの目の前は他のテントがなく開けているので景色もいいです。大自然に囲まれて鳥のさえずりの響く中で過ごせるこの環境がとても気に入りました。アスレチックテラスはボルダリングと滑り台のついたお子様に大人気のテントです。一棟しかなく、いつも真っ先に予約が埋まっていますので早めのご予約がおすすめです。チェックインが14時と早くから入れるのに価格が低めのテントであることも嬉しいポイントです。続いてファームテラスからハンモックテラス、フォレストテラスです。ファームテラスは最もリーズナブルでスタンダードなタイプのテントサイトです。チェックインは15時、価格は良心的ですが、ご覧の通り設備としては十分で、シャワー、トイレ等にも近いです。とても綺麗で快適なシャワー、トイレ等はまた後ほど詳しくご説明いたしますね。ハンモックテラスとフォレストテラスはファームテラスの次にリーズナブルな低価格帯のテントで、お値段は同じですが、チェックイン時刻がハンモックテラスの方は14時と早く、フォレストテラスの方は15時からです。ここまでご紹介した中のパノラマ、ファーム、ハンモック、フォレストは同じ 19.6 平方メートルのベルテントです。今度は道の反対側、グランテラスとヴィラテラスへ行ってみましょう。一番奥まった位置にあるグランテラスは高価格帯のテントで、チェックインが14時、一回り大きめの24平方メートルある高低テントが採用されています。森の中に佇むプライベート空間で猿が遊びに来ていました。一応敷地の外側には電線がされています。ヴィラテラスはテントの横に2階建てのダイニングとリビングスペースがある見晴らしの良いテントサイトです。圧倒的な存在感の建物が4棟並んでいます。価格は中価格帯で定員は4名、チェックインは14時30分からです。何家族かでお友達同士などで来ても絶対楽しいだろうなと思いました。施設の中心にある象徴的な大木にはブランコが設置されています。お子様はもちろん嬉しいと思いますし、大人でもゆらゆら揺られるのが心地よいと思いました。頑丈な太い枝で大人が乗っても少しもびくともしませんでしたので大丈夫です。最後にスカイグランテラスとドームテントスカイプレミアムをご紹介いたします。いずれもニュージーランドコテージと並んで最上級グレードのテントサイトです。この3つが一番価格帯が高く、チェックインが14時です。丘から目の前の谷に向けて突き出ているような随一の眺望を誇るテントがこのスカイグランテラスです。今回私はスカイグランテラスを選びましたので、テントの中など細かい部分まで後ほど全てご紹介いたします。お二
風呂とトイレがお部屋にあるニュージーランドコテージとどちらがいいかすごく迷いました。よりキャンプらしい体験がしてみたいとスカイグランテラスにしてみましたが、想像以上に大満足の結果となりました。心配していたトイレとお風呂もすぐ近くにありましたので問題ありませんでした。ドームテントスカイプレミアムは一棟のみで5名まで入れます。14時になったら鍵をもらえるので、それまでマザー牧場で遊びます。グランピングエリアからも近いふれあい牧場という場所では、可愛い動物たちと触れ合う体験ができます。この子は何という動物かご存知でしょうか？ウサギのような、カンガルーのような。答えはマーラと言います。パタゴニアの出身でネズミの仲間の動物です。ここでのウサギさんは穴を掘ったり土の上ならではの姿を見せてくれます。ウサギは視野が広く、ほとんど360度見ることができるのです。今日は気温が高いので、アヒルさんは水浴びをしていました。顔といい、フォルムといい、可愛すぎます。他にもミリブタや、毛刈りをされたばかりの羊、白黒模様のヤギとも触れ合えました。ヤギの目は高性能で、眼球が回るため四角い瞳孔を地面と水平の横長にしたまま、顔の向きを変えても視界を保つことができます。目が怖いと言われてしまいがちですが、猫と同じで暗いところでは瞳孔が開いて丸くなります。動物たちの名前と実物を一致させるのが楽しかったです。続いてはピョンの友人宅であるウサモルハウスにも寄っていきましょう。台の上にいるウサギさんは触ることができます。先ほどお話しした通り、ウサギは視野が広いのですが、人間でいうところの近視で視力がとても悪く、 0.05 から 0.1 くらいしかありません。一方で嗅覚は非常に鋭く、人間の10倍ほどあります。少し意外なところでは、味覚もものすごく敏感で、味を識別するセンサーの味蕾という器官の数は人間より7000個も多く、はるかに優れた舌を持っています。このウサモルハウスでは4種類のウサギに会うことができました。生後3ヶ月の白ウサギもいましたが、抽選ジャンボウサギという大型ウサギのため、すでに結構大きかったです。ハムスターよりさらに二回りくらい小さい動物が。この子たちはパンダマウスと言います。ウサモルハウスのモルはモルモットのモルですね。天然パーマのモルちゃんもいます。ウサモルハウスを後にして、山を登った先の山の上エリアを一周してからレストランへ行ってお昼ご飯にしましょう。馬の牧場では餌やりと乗馬の体験ができます。餌の人参を持っていると、それぞれのお馬さんが違ったアピールをしてくるそうです。お外ではポニーが草を食べていました。草食なのに筋肉ムキムキなのは、体の中で微生物がタンパク質を作り出せるからです。それではレストランファームダイナーでランチタイムです。牧場ならではの牧場グルメを堪能できます。ハンバーグやソーセージなどのお肉料理が多いですが、夜にグランピングでバーベキューをするので、お昼はカレーにしておきました。見た目の可愛らしいこちらは金運アップのカレー。
なぜ金運アップなのでしょう。儲かれーだからだそうです。角はエビでできています。草原を眺めながらいただく飲むヨーグルトと牛乳も安定の美味しさでした。お食事を終えてそろそろグランピングエリアへ戻ろうかなと思っていたのですが、たまたま通りかかったアクロドームという施設で羊のショーが行われていたので覗いてみたところ、あまりにもクオリティの高い面白いショーで釘付けになりました。お兄さんが丁寧にいろいろ解説しながら実際に羊の毛刈りをするところを見せてくれます。毛刈りは体温調節をうまくできるようにすることや衛生を保つためなど羊の健康を守るために欠かせません。そしてとってもお利口さんの牧羊犬と世界中から集まった19種類の羊たちが共演するクライマックス。観客席を駆け抜ける牧羊犬の疾走はかっこよく、指示通りにきちんと動ける賢さに感心します。お兄さんが合図をすると、ワンちゃんがもう一匹現れました。ショーの間ずっと草をもしゃもしゃ食べていたり、お昼寝しだす子がいたりと、のほほんとしている羊たちがとても可愛らしく、またお兄さんの MC も秀逸で、まるでお笑いショーを見ているかのような非常に質の高い催しでした。羊たちは牧羊犬のことを怖くなく信頼関係があるので、上に乗られても吠えている声がしても大丈夫なのだそうです。ショーを見ていたらちょうど良い時間になってきましたので、グランピングエリアに戻ってチェックインしようと思います。それでは改めまして、今回私が宿泊したのは一番価格の高いテントが3つのうちの1つ、スカイグランテラスです。丘の上から谷に向かって突き出ているようなテラスとベル型のテント、バーベキューができるタープが設けられた素晴らしいテントサイトです。いつものように料金は動画の最後に発表いたしますので、お部屋、設備、サービス、お食事の内容などから一泊いくらか予想しながらご覧くださいませ。まずテントごとに水道がついていることにびっくり。ハンドソープ、洗剤とスポンジが用意されています。普通のキャンプなら水道のある離れたところまで行かなくてはならないのに、これは便利です。洗剤とスポンジはあくまで使いたい時のためのもので、食器はそのまま回収していただけるため、お食事後に洗い物をする必要はありません。テントは防炎素材ですが消火器もあり、安全対策がきちんとされています。ダイニングにあたるタープの中もとても広々したスペースで、4名掛けのダイニングテーブルとバーベキューのグリルが設置されています。食材以外の備品はチェックイン時にはすでに置いてありました。中身を見ながらイメージトレーニングをします。まな板、アウトドア感いっぱいのアルミのカップとボール、プレートは区分けされているタイプなのでバーベキューソースが広がっていかなくて良さそうです。カトラリー、キッチンバサミとトング、岩塩と黒胡椒、一酸化炭素検知器もありました。本場アメリカで人気のスモークホロー、チャコールグリル。夜ご飯のバーベキューもすごく良かったので後でお見せしますね。細かいポイントですが、蓋付きのゴミ箱が設置されているところが良かったです。動物や大きい虫が来ることもありませんでした。ビニールのカーテンで一周を終えるので雨の日でも濡れることなくバーベキューを楽しめます。
して一番の要となるテントの中へご案内いたします。テントといえど鍵が閉まるため安心です。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。一歩足を踏み入れればこのおしゃれな空間と想像以上の室内の広さ、そして何よりもエアコンが効いていて涼しく快適な温度になっていることに驚きを隠せません。ベッドはなんとセミダブルサイズが2台入っていて高級旅館顔負けの設備です。セミダブルのベッドが2台も入ってこの余裕のある空間とはどれだけ広くて快適かお分かりいただけると思います。ベル型のテントで中央部は天井が高く背の高い方でも大丈夫です。開放感すら感じられました。そしてなんとベッドごとにコンセントがついています。かゆいところに手を届かせる天才ですね。エアコンはもちろん暖房もできますので寒い冬でも心配ご無用です。椅子の上には電気毛布も用意されています。ゲストが快適に不安なく過ごせるよう細かいところまでよく配慮されているなぁと感激しました。どんどん行きましょう。マットと寝袋、このお部屋では4名まで宿泊が可能です。お気づきの通り高級ホテルのようなテントですので冷蔵庫も完備です。しかもなんと全て無料でいただけます。ウーロン茶、コーラ、オレンジジュース、ビールが2種類とスパークリングワインまで、牧場のミルクで作られたレアチーズケーキも入っていました。アルミのワイングラスが置いてあるとは想定外でした。すぐ近くには電気ケトルとコーヒー、緑茶、ミルクココア、お砂糖類や栓抜きと湯飲みも用意されています。ミネラルウォーターが常温で置いてあるのもポイントが高いです。ちなみにケトルはデロンギです。キャンプなのに簡単に電気ケトルでお湯が沸かせるなんてさすがグランピングです。三つ口のコンセントも至る所にありますし、お部屋の電気のスイッチも一箇所で操作できます。こちらの台の下の部分はセーフティーボックスになっていました。お部屋の中はランタンが優しく照らしてくれています。玄関には虫除けのベープとアルコールスプレー、ファブリーズと虫除けスプレーが置いてありました。下の段は下駄箱になっているので外靴はこちらに収納してお部屋の中ではスリッパで過ごせます。その他持ち出し可能なランタンとティッシュ、テーブルの下には座布団とブランケット、ゴミ箱もお部屋の中に用意されていました。テントの中のスペースがこの上なく有効に使われていてハンガーラックまであります。エアコンが効いているので手洗いしたものをハンガーに干しておいたらすぐに乾きました。一旦お外に出てお気に入りの場所をご紹介させてください。スカイグランテラスのテラスリビングです。鳥のさえずりを BGM に森林浴をしながら思い思いの時間を過ごせます。空気がよくしっとりとしていていかにもマイナスイオンがたっぷりな感じがしました。先ほどテントの中にあったマットを持ってくればガーデンソファーもふわふわに早変わり。ちなみにソファーは大人が寝っ転がれる大きさです。見た目以上にふわふわで柔らかく水をはじくのでおすすめです。遠くに観覧車が見えるこの景色もノスタルジックで癒されました。
一通りテントサイトを確認したところで、お次は共用のスペースを見に行ってみましょう。トイレやお風呂などは特に重要なポイントとなるので必見です。テントからすぐのところにシャワー・トイレ棟があります。こちらの建物は24時間利用可能です。入り口のすぐ脇には自動販売機も設置されています。特別安いわけではありませんが、それでも飲み物が足りなくなった時のためにありがたいです。ちなみに冷蔵庫内のドリンクが無料なのは高価格帯のテントであるスカイグランテラス、ドームテントスカイプレミアム、ニュージーランドコテージの3つとグランテラスのみとなっています。お飲み物の持ち込みは無料です。自動販売機のお隣には喫煙所が設けられています。シャワー・トイレ棟の中に入ってみましょう。入り口の目の前が男女別のトイレです。女性用の方は個室が3つと水道が2つありました。清掃が行き届いていて隅々まで綺麗です。こちらの建物もエアコンがしっかりと効いているため涼しくて快適でした。お部屋の数だけシャワーの個室があり、テントごとに自分たちだけの専用となっています。鍵で開け閉めするので安心安全ですし、他の方と一緒ではないおかげで時間を気にすることなく利用できます。衛生や気分的な面でもとてもいい仕組みだと思いました。脱衣所には洗面台もあり十分なスペース。一部屋ずつドライヤーもあります。真っ白なバスタオルとフェイスタオルが人数分あり、アメニティも人数分揃っていますので手ぶらで来られます。ともはや高級旅館のご紹介と同じナレーションです。アメニティの中身はヘアブラシ、歯ブラシ、コットン、綿棒、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ。チェックイン時に基礎化粧品のセットもくださいましたので、クレンジングジェル、洗顔フォーム、お化粧水、乳液まで必要なものが全て揃っていました。泡で出てくるハンドソープとうがい用のコップにティッシュもあります。シャワーはレインシャワーと基本のシャワーが2種類ついているタイプ。とにかく綺麗にお掃除がされていて、設備も新しく他の方と共有しないという点が素晴らしいと思いました。マザー牧場の営業時間は曜日と月によって異なりますが、私が訪れた6月の平日は閉園時間が16時30分でした。6月は日が長いのでまだまだ明るいですが、自然の音だけになった静かな牧場の中で宿泊者だけに許された時間が始まります。毎日17時から行われるバター作り体験に参加しました。予約不要、無料のアクティビティで、場所は先ほどチェックインをしたクラブハウスの中で行われます。時間になったら好きな椅子に座って待っていると、ミルクの入った容器が配られます。体温で中身が温かくならないよう上下を持って、まずは2分ぐらい振り続けると音がしなくなります。そして音がしなくなってからさらに5分ほど振ると、今度は中身が分離して再びパシャパシャと音がし始めます。そこから20秒振ったら完成です。中身は固形物と液体物に分かれています。この液体の部分はバターミルクといわれる濃厚なミルクで、固形の部分が今回のお目当てであるバターです。
3つの条件が揃えばバターは生クリームから簡単に作ることができます。動物性、乳脂肪分 42% 以上、乳化剤が入っていないこと。あとは温めないように振るだけです。アクティビティの所要時間は15分ほどであっという間にできました。出来上がったバターはテントに持ち帰って夜ご飯のバゲットやお肉につけていただけます。テントに戻るとバーベキューの食材が到着していました。お待ちかねの夜ご飯のお時間です。アウトドア用の成形済みなので火をつけるのも難しくありません。網を持ち上げて白い着火剤に直接着火マンで火をつけます。10分くらいすると火が落ち着いてくるので少し待ちます。その間に食材のご紹介です。ホイルに包まれているのはバゲット。色とりどりのお野菜が入ったジャーサラダ。魔法瓶にはスープが入っています。ボックスの中にはお肉類、お野菜類、スモアセット。お肉類はマザー牧場自家製ソーセージと1ポンド 450g もある牛ロースステーキ。両面に岩塩とブラックペッパーを振りかけて下味をつけます。お野菜類の種類はナス、パプリカ、トウモロコシ、ジャガイモ、レンコン、ズッキーニ、エリンギ。スモアセットはマシュマロ、クラッカー、チョコと串。バーベキューソースとチーズソース。チーズソースは網の端で温めておくと良いそうです。メニューブックにはお料理の作り方などの説明や追加の食材と単品のお料理、おつまみやデザート、様々なドリンクが載っていました。特にドリンクは値付けが非常に良心的で、山崎ハイボール800円には驚きました。ジャーサラダは下の方にドレッシングが入っていますので、蓋を閉めたままの状態で全体によく混ざるようにたくさん振ります。サラダの内容は人参、トウモロコシ、トマト、モッツァレラチーズ、ショートパスタ、葉野菜。じゃあ1つ2名分をサラダボウルに開けます。スタッフの方がスウェーデントーチに火をつけに来てくださいました。スウェーデントーチとは十字の切れ込みが入った丸太に火をつけたキャンプファイヤーで、24棟のうち5棟のみで楽しむことができます。だんだんと火も落ち着いてきたので、そろそろ食材を焼き始めましょう。火力の調節は火を近づけて強火にしたり、遠ざけて弱火にしたり、横のレバーで操作します。少し霧雨が降ってきてカエルが鳴き始めました。空はまだ明るいです。遠火にしていてもすぐ焼けるので、お野菜はそんなに時間をかけなくて大丈夫です。じゃがいもにはバターがついています。パンは鉄板の一番火が当たらないところで炙りました。お肉はまず塊のまま強火で両面を30秒ずつ焼きます。中まで火が通るほど焼くと硬くなってしまうので、表面に焼き目がつく程度で OK です。なお、お肉は1ポンドの牛ロースステーキから
2022年8月よりリブロースステーキ 180g2 枚に変わります。その他の食材も季節や仕入れ状況により変更になる場合がございますので、お料理は軽いご参考程度にお考えいただければと思います。両面とも焼き目がついたら、まな板にのせてカットして、それをもう一度網にのせ、好みの焼き加減で仕上げていきます。すでに良い香りが充満してきています。完成です。スープはマザー牧場の新鮮な牛乳で作られたミルクベースのスープです。魔法瓶に入っているので温かい状態でいただけます。スープの具材はベーコン、玉ねぎ、しめじ、人参、白菜が入っていました。お食事の年齢は中学生以上が大人、小学生、未就学児と分かれています。お子様もお肉以外のメニューが大人とほとんど共通しています。お肉はお好みでバーベキューソースをつけても美味しいです。お野菜は先ほどの網の端で温めておいたチーズソースにディップします。トーストしたバケットには手作りのバターを贅沢に塗っていきます。パンが温かいのでじゅわーっと染み込んでいきました。優しい味わいのバターが美味しすぎて、ダメだと分かっていても塗る手が止まりません。少しが満たされたところで第2弾に参りましょう。ソーセージはマザー牧場自家製のものです。15分くらいかけて弱火でじっくり焼き上げていきます。両面に美味しそうな焼き色がついて、皮がパンと弾けるように張りが出てきたら食べ頃です。肉汁が溢れ出しています。お腹がいっぱいになりました。ごちそうさまでした。最初に食材のセットを見た時には、もしかしたらお腹がいっぱいにならないかもしれないと思ったのですが、全然問題ありませんでした。それではデザートにスウェーデントーチでスモアを楽しみたいと思います。テントでスウェーデントーチが楽しめるのは5棟だけですが、クラブハウスの前でもキャンプファイヤーが行われているので、スウェーデントーチのないお部屋の方でもクラブハウス前でスモア作りが可能です。甘くとろーりとしたマシュマロはしょっぱいクラッカーとよく合います。スウェーデントーチの中に入れると一瞬で全面がとろけました。キャンプの上級者はスウェーデントーチをごとくにして上でお料理をされる方もいらっしゃるそうです。テントの冷蔵庫にあったマザー牧場のレアチーズケーキもデザートにいただきました。だんだんと日が暮れてきて、心穏やかに眠くなってきました。私は普段寝るのが深夜なので、暗くなったら寝て明るくなったら起きるという至って当たり前の生活リズムに憧れているところがあるのですが、今日はそれが叶いそうです。クラブハウス前のキャンプファイヤーにも行き、その後はシャワーを浴びて早めにベッドに入りました。夜もまた幻想的で美しい景色です。明日
もたくさん牧場を遊び尽くします。おやすみなさい。おはようございます。牧場で目覚める朝、すがすがしい空気をいっぱいに吸い込んで心身がリフレッシュしています。実は朝も無料のアクティビティがあります。まず一つ目は宿泊者のみで貸し切りの牛の乳搾り体験です。時間は7時45分から8時。予約の必要はありませんので、グランピングエリアから歩いて5分ほどの場所にある牛の牧場へ直接行きます。平日のためか宿泊者が少なかったので、宿泊中すべてのアクティビティがスムーズでした。今日ミルクを絞らせていただく牛さんです。よろしくお願いいたします。乳牛といえばすぐに思い浮かぶ白と黒の馴染み深いホルスタイン。日本の乳牛は 99% 近くがこのホルスタイン種だそうです。しっかり量を出しながらちゃんとバケツに入れるということが想像以上に難しかったです。でも小さなお子様も楽しそうに絞っていました。搾乳は牛さんの体を健康に保つためにも大切なことなのだそうです。すぐ近くには牛さんたちのお家があり、まだ小さい子牛も見ることができました。茶色い子はジャージー種です。牛さんありがとうございました。乳搾りが終わったら、今度は8時から9時の間でアルパカさんのお散歩があります。テントまでご挨拶に来てくれるのです。こちらも無料で予約不要ですので、テントから出て待っていれば順番に回ってきてくれます。ぬいぐるみが動いているようで、ただただ可愛く癒されました。おとなしくて噛んだり蹴ったりしない性格だそうです。触り心地はモコモコふわふわ。アルパカさん来てくれてありがとうございました。クラブハウスの前では8時から8時30分の間、無料でホットドッグのサービスが行われています。こちらもマザー牧場自家製のソーセージです。焼きたてのソーセージをレタスとパンに挟んでくださいます。朝ごはんはモーニングボックスをクラブハウスで受け取ります。クラブハウスでは7時から22時の間、ドリンクも無料でいただけますので、コーヒーとデトックスウォーターも朝ごはん用にいただいていきました。親切にレジャーシートも用意してあって、まだ開園前の牧場でもどこで朝ごはんを食べてもいいのだそうです。今回はお部屋のテラスでモーニングにすることにしました。スカイグランテラスは目の前が開けているので絶景です。中身をご紹介してまいります。サンドイッチが2種類、クリーミー卵サンドとマザー牧場手作りボローニャソーセージサンド。スープは具沢山のミネストローネ。温かくてお味も素晴らしいです。新鮮野菜のサラダ、ドレッシングは先ほどクラブハウスでピックアップしてあります。そしてこちらはクラブハウス前で作っていただいた出来たてほかほかのホットドッグです。
パリッとジューシーなソーセージで、焼きたてというところがより美味しさを膨らませてくれています。デザートはフルーツ。こんなに素敵な環境の中で朝ごはんをいただけるなんて幸せでした。ごちそうさまでした。チェックアウト後にマザーファームツアーデラックスの予約をしていました。冒頭でもお話しした通り、グランピングの宿泊者はマザー牧場の入園料1500円がチェックイン日、チェックアウト日の2日間無料になります。マザーファームツアーデラックスというのは口コミでも大評判の1時間のツアーで、このツアーの参加者しか入れない広大なエリアをガイドさんのお話を聞きながらトラクタートレインで回る牧場丸ごと体験アトラクションです。グランピングの宿泊者は優待価格で、通常1600円のチケットを1400円で購入できます。乳牛だけでもいろいろな種類の牛さんがいますが、種類によってミルクの味や生活スタイルが異なります。右側、黒っぽい牛はブラウンスイス、左側、茶色と白の模様の子はアーシャーという、どちらも非常に希少な品種で濃厚な美味しいミルクを出せます。広大な牧草地の先に望む東京湾のパノラマビューはツアーならではの絶景です。トラクタートレインに揺られながらのんびりとした非日常体験ができました。皆さん、右側に見えてきたこの動物、何だか分かりますか？頭の上に2本、そして横にも2本と全部で4本の角があるこの動物、実は羊なのです。マンクスロフタンと言います。マザー牧場では植物の栽培にも力を入れられていて、動物の糞から堆肥を作っています。発酵させた糞はサラサラになり、匂いもなくなり、健康な土の源になってくれます。続いてトラクタードレインは動物たちのお家に入っていきます。左側は羊さん。羊は草などの餌が豊富な春に子育てができるよう、みんな同じ時期に生まれる季節繁殖動物です。右側には赤ちゃん牛が見えてきました。今日はここで牛さんがミルクを飲むところを見学できます。実際にお母さんからミルクをもらう時と同じ向きで逆さまにするのが自然で飲みやすいそうです。牛乳パック1本分、1リットルの牛乳をごくごくとあっという間に飲み干す姿は圧巻でした。1日9リットル飲む子もいるのだそうです。暗いお部屋の中で過ごしている黒い毛の牛、黒毛和牛です。マザー牧場では養蜂も行われているそうで、高級なマヌカハニーの試食もいただけました。さて、一行は動物ふれあいパドックへ。ガイドさんから一人ずつ餌をいただき、実際に餌やり体験をしながら動物たちとのふれあいタイムです。このエリアにいるのはたくさんの羊とヤギたち。羊とヤギの見分け方は、おひげがないのが羊で、おひげがあるのがヤギです。そしてアルパカたち、この2頭は朝テントに来てくれた子。みんな首を長くして待っています。牧場の通常エリアにいるアルパカさんは1頭ですが、マザーファームツアーデラックスでは17頭のアルパカさんたちと会うことができます。遠くにまた珍しい動物が見えてきました。
お腹に白いベルトのような模様がある方がホワイトベルティッドギャロウェイ。大きな角の前髪のある子がスコティッシュハイランドキャトル。この2匹はどちらも牛です。最後に牧羊犬と羊のエリアへ。羊を誘導するお仕事をしているのはストロングアイヘディングドッグという牧羊犬です。羊飼いと協力して羊たちを動かしています。ストロングアイヘディングドッグ、少し長いお名前の犬種ですが、お仕事の仕方に特徴が現れています。ストロングアイ、強い目力で羊たちの後ろから睨みを効かせることによって誘導しています。羊は草食動物らしく、目が横についているので後ろにいる牧羊犬がちゃんと見えています。牧羊犬は決して吠えることはなく、目力だけで誘導しているとは知りませんでした。最後はマイペースな残り1匹の羊まで、みんな囲いに入れてフィニッシュ。お仕事を見せてくれてありがとうございました。アクセス情報です。マザー牧場は千葉県の南西部富津市に位置しています。東京から車で60分、機密パーキングエリアスマートインターチェンジを降りてすぐ。とても便利な立地です。グランピングの宿泊者は駐車料金が無料ですので、入り口でお名前を伝えてください。この後はいよいよ料金の発表です。今回はマザー牧場のグランピングをご紹介いたしました。最上級クラスのうちのスカイグランテラスに宿泊。ワンポンドもある牛ロースステーキなど美味しいバーベキューの夜ご飯。朝はすがすがしい空気の中でいただくモーニングボックスの一泊二食付き。しかもマザー牧場の入園料が無料で、チェックイン日、チェックアウト日、2日間楽しめます。宿泊者限定のアクティビティもたっぷり用意されていて、サービスも最高。設備はとても綺麗で、言うことなしの最高の滞在となりました。宿泊、お食事すべて込みで一泊大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。正解は5万2000円でした。1人ではなく2人でこの価格です。驚きのコストパフォーマンスですよね。他のお部屋も含めた料金の一覧はこちらの通りです。チャンネル登録、高評価、コメント、とても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。